デンジャラスビューティーは2001年に制作されたアメリカ映画である。主演のサンドラ・ブロックは制作にも参加している。2005年に続編デンジャラスビューティーにも制作された。男勝りな FBI 捜査官グレーシーハートは優秀ではあるが、皮肉屋で色気ゼロ、おしゃれにも全く関心がなく、やぼったい風貌。イケメンでモテモテの同僚エリック・マシューズとは、 対照的に仕事一筋で地味な独身生活を送っている。しかし、とある事件の捜査でミスを犯した結果仲間が怪我してしまい、上司の命令で現場から遠ざけられ内勤を命じられ落ち込んでいた。そんな最中ミスアメリカコンテストの主催者宛てにシチズンと呼ばれる連続爆弾魔から爆破予告が届く。それを受けた特捜チームはおとり捜査のためコンテストに 女性捜査官を潜入させることを決定する。本人が嫌がる中で他に敵人がいないということでグレーシーに白羽の矢が立つ。ミスコンなんて頭が空っぽの女が出るバカ女の品評会みたいなものと花からコンテストを軽蔑しきっていたグレーシーに見かねた FBI は過去に何度も優勝者を排出している伝説の美容コンサルタントビクター・メリングを雇う。 食事のマナーから歩き方まで、おねえ言葉でレクチャーするビクターにヘキ,ヘキしながらも、操作のために付き合うレイシー。彼が率いる優秀な美容チームの協力も得て、見事ミスニュージャージーに生まれ変わった彼女は、大会出場者の送迎バスに乗り込む。ありがとうございます。